1994年にヘルムート・エルガールドが描いたイヒラメ。ドイツ国防軍空軍の戦闘機が B-17 フライングフォートレスに体当たりを観光する場面。エアラミングとは航空機が空中から故意に体当たり攻撃すること。エアラミングは体当たり後に攻撃側のパイロットが生き残ることを考えた戦術とされ日本が行った実施前提の 神風特攻とは趣旨が異なる。エアラミングは航空戦における土壇場の戦術とされ、他の方策がすべて失敗した時に実行されることもある。最初のエアラミングは第一次世界大戦中の1914年にピョートル・ネステロフによって実行された。この戦術は第二次世界大戦の初期にソ連のパイロットにも引き継がれ、タラーン戦術と呼ばれた。 これはロシア語で波状土を意味する語である。体当たりするパイロットは土として機体の重さを利用したり磁気のプロペラや翼を使って敵機の尾翼や主翼を壊すことで敵飛行機をコントロール不能に陥れる。パイロットが弾薬を使い果たしてもなお敵を破壊しようと試みるときもしくはすでに蒸気が助からないほど損傷してしまった時に体当たりは実施された。 エアラミングの大半は攻撃側の機体が低コストで戦略的または戦術的に敵機よりも価値が低い場合に実施された。例えば優れた敵機に対抗して旧式航空機でパイロット飛行するとか複数の相手を殺すために自分一人の生命を危険にさらすような場合である。防衛側は攻撃側よりもしばしば体当たり行為に訴えた。 体当たり攻撃は、神風特攻と同じような自殺行為だとは、みなされていない。非常に危険ではあったが、体当たり攻撃を行うパイロットにとって生き延びる、チャンスは絶無ではなかった。たまに体当たりした機体そのものが生き残って、制御された着陸を果たすこともあった。とはいえ大半が戦闘での損傷やパイロットの緊急脱出のために機体を失った。エアラミングは20世紀前半。 二つの世界大戦とその間の期間における航空戦で用いられた。ジェット機では空中の戦闘速度が増加するため体当たりが使われなくなり体当たり攻撃を成功させ、そして生き残る確率が不可能に近くないほど低くなった。しかしながらこの戦術はまだ可能であり、現代戦闘で廃止されてはいない。XP-79 はその機体形状から クライングラムと呼ばれ、高い機体強度により敵を切りつける攻撃を念頭にしているとの噂が流れた。実際には同期は機銃を搭載している。技術的には3種類の体当たり攻撃が行われた。前者2つの選択肢は前もって常に考慮されていたが、高いレベルの飛行技術能力が必要とされた。最後の選択肢は、 事前計画されていたものも、戦闘中に決定を下すこともあったとされている。いずれにしても、それは、攻撃側のパイロットを頻繁に死なせることになった。ジュール・ベルヌの小説、征服者ロビュールより、ロビュールは、自分のプロペラ動力飛行船、アホードリ号を、より遅い飛行船、ゴーアンヘッド号に、もう少しでぶつけてしまうところだった。二十世紀の航空船における、 体当たり行為に先立って、ジュール・ベルヌは1886年に出版された SF 小説、征服者ロビュールで、重量飛行機が突き出た機種でほぼ無防備な軽量飛行機に対して突撃するという、わかりやすい航空攻撃を思い描いた。H.G. ウェルズは、1899年の小説、今より300年後の社会で、主人公グラハムが、 自分の飛行機で敵の飛行機一気に激突し、空から落とすところを描いている。二番目の敵機は攻撃をやめて順番にぶつけられるのを恐れたとなっている。1909年、飛行船は幾人かの観察者によって空中戦艦だと想像され、彼らは他の飛行船を攻撃するために拡張した衝突棒を使う可能性がある。 あるいは建物や煙突といった地上の標的や船舶の帆柱に対してぶつけるために飛行船の下にケーブルを垂らして怒りや他の重量物を吊り下げることができるなどと書いた。ピョートル・ネステロフにより実行された体当たり攻撃の絵。ネステロフの体当たり攻撃を受けて墜落した飛行機の写真。ウィルバート・アオーレス・ホワイト航空船における体当たりとして知られている。 最初の例は、1915年9月8日に、ロシア帝国のパイロットであるピオトル・ネステロフにより、ジョークバ上空にて、オーストリアの飛行機に対して行われた。その事例では、双方の当事者が死亡した。二度目の体当たり、かつ攻撃側が死者を出さずに成功した最初の体当たりは、1915年にアレクサンダー・カザコフによって行われた。彼は、 エースパイロットで第一次世界大戦の最も成功したロシア戦闘機のパイロットである。1917年9月1日にイタリア第83飛行中隊のアルトゥーロデルオロは1人乗りのフリック45で2人乗りの BR-C に体当たりした。ウィルバート・ボーレス・ホワイトは1918年10月10日に ドイツの飛行機に体当たりを行った結果死亡し、相手側の飛行士2名は生還した。赤軍が進軍する際はポーランドで航空機をほとんど使わなかったため、空中戦闘はほとんど行われず、例外は赤軍の観測気球に対する迎撃くらいであった。しかし、戦争が進むにつれて弾薬と爆弾を使い切った幾人かのパイロットが航空機の足で ソビート軍の騎兵隊にぶつかろうとした。この攻撃は不時着できる余地を残すが、ほぼ常にと言っていいほど、体当たり航空機が破壊もしくは重大な損傷を被る結果となった。体当たりはスペイン内戦で使用された。1937年11月27から28日の夜、スペイン共和国空軍のためにポリカールポフアイ -15 を飛行させた。 ソ連のパイロット、エフゲニース・ステパノフは、バルセロナ付近の SM-81 爆撃機を撃墜し、もう一機に対する攻撃中に、残りの弾薬を撃ち尽くした。二番目の SM-81 は、なお飛行を続けていたので、ステパノフは I-15 の左主脚を使って、爆撃機に体当たりし、これを墜落させた。ポーランド・ポーランド空軍の中佐で、 パイロットのレオポルド・パミューアは1939年9月1日、ワルシャワ近郊のウォミアン機上空にて損傷した時期、PZLP-11C を使い、第二次世界大戦で最初のタラーン攻撃を実施した。ソビエト連邦第二次世界大戦において、ソ連空軍の個々のパイロットたちが、ドイツ国防軍空軍に体当たり攻撃を行ったとの報告は、 特に東部戦線の初期に広がった。大祖国戦争の初年度は使えるソ連軍機の大半がドイツのよりも著しく劣っており、時にパイロットは敵を確実に破壊する唯一の方法としてタラアンを認識していた。初期のソ連戦闘機はエンジンが比較的弱く、その非力な戦闘機は重武装だが遅すぎる、あるいは早いが武装が軽すぎるのいずれかだった。 警部装の戦闘機はしばしば敵の爆撃機を倒すことなく弾薬を使い果たした。無線機を設置していた戦闘機はごく少数だったため、パイロットは増援を求める方法を持たず、軍隊側は単独で問題解決することを期待していた。単独の戦闘機で複数エンジンを持つ爆撃機と引き換えるなら、経済的に割にかなっていると考えられていたのである。 場合によっては、重傷を負ったり航空機が損傷したパイロットは、空中、地上、または海上の標的に対して自殺攻撃を行うことを決めた。この例において、同攻撃は自然発生的な神風特攻のようになった。戦争初期のドイツ空軍戦術が変化した結果、体当たり攻撃のための条件が熟すことになった。 ソ連空軍の大部分を進撃路から追い払った後、ドイツ国防軍空軍は爆撃機グループのために護衛戦闘機を提供することをやめ、その戦力を深い侵入飛行を行う単独の航空機を含むもっと小規模な飛行任務に分割した。東部戦線のドイツ航空機の4分の1は偵察飛行部隊と共に戦略的または戦術的偵察を行う任務についた。 これらの偵察、または長距離爆撃飛行は、単独のソ連防衛軍に遭遇する、可能性が高かった。ソ連の集団戦術に、タラーンは含まれていなかったが、ソ連の戦闘機は、集団ではなく、単独か2機で割り振られることが多かった。ソ連のパイロットは、敵の選挙地でタラーンを実行することを禁じられて、いたが、母国の上空で敵の偵察侵入機にぶつかってくる。 可能性があった。バルバロッサ作戦の初日には、最初の1時間に9回の体当たり攻撃が実施された。1941年6月22日の0425時に、岩の府中尉は、進行するハインケル AG111 の尾翼にポリカールポフアイ -16 で突進した。岩の府は生き残れなかったが、没後に、ソ連邦英雄の金星明が授与された。 エカテリーナ・ゼレンコは戦闘の3ヶ月目に彼女の機体スホーイス -2 でメッサー・シミット BF-109 に飛び込んで双方のパイロットが死亡。彼女・ゼレンコはエアラミングを実行したことが知られている唯一の女性である。1943年以降はより多くのソ連戦闘機に無線機が設置され空軍草原水のアレクサンドル・ノビコフは 航空攻撃を調整するための完成技術を整えた。戦闘機はより強力なエンジンを積み、戦争の最後の1年間はかなりの重武装で飛んでいた。ソ連側の空戦手段が改善されるに従い、体当たりは稀にしか起こらなくなった。1944年、後に航空減衰となるアレクサンドル・ポクルイシュキンは正式にタラーンを止めさせようと、それを 例外的な場合に行われる究極の措置に限定した。ボリス・コブザンは戦争中に4度の体当たり攻撃を行って生き延びた記録を持つ。アレクセイ・クロビストフは3度である。体当たり攻撃を2度成功させたソ連軍パイロットは17名に上る。新たな調査によるとバルバロッサ作戦の開始から戦争終結までの間に ソ連によるタラアン攻撃の成功が少なくとも636回はあった。このうち227人のパイロットが攻撃中から攻撃後にかけて死亡したが、233人は無事に着陸し、残りは蒸気から脱出を果たした。新たな設計のソ連軍戦闘機が実用化されるにつれ体当たりは推奨されなくなった。経済的な事情も移り変わり、 ソ連の戦闘機はドイツのものとほぼ同等の水準になった。1944年9月までに体当たり攻撃をいつどうやって開始するかという手順の記述が訓練用の資料から削除された。イギリス連邦1940年8月18日、イギリス空軍志願予備軍のブルース・ハンコックは自身のアブロ・アンソン機を使ってハインケル HE111 に体当たりをした。 生存者はいなかった。同日、空軍中尉ジェームス・エグリントンは、弾薬を最後まで消費した後、次期の放火ハリケーンを使って、ハインケル HE111 のビブに体当たりした。ハリケーンの右翼の先端が、この攻撃で壊れ、ハインケルは、おそらく破壊されたものと判断された。1940年9月15日、 バトル・オブ・ブリテンにおいても体当たりの重大事案が起きている。空軍軍曹のレイ・ホームズはロンドン上空にて次期砲ーカーハリケーンで体当たりをしてドルニエ・ドゥー17を撃墜した。彼は同戦闘での決定的瞬間の一つで自分の航空機を失い、あと少しで命まで失うところだった。正面攻撃を行おうとしたホームズは蒸気の機関銃が 動作不能であることに気づいた。彼はドイツ爆撃機の上空に時期を進め、自らの翼で後方のビブを切断すると、爆撃機は制御不能に陥って墜落した。そのパイロットであるロベルト・セーベ中尉は脱出したものの、攻撃時に受けた傷の影響で後に死亡した。一方で負傷したホームズもまた蒸気から脱出し、彼の方は生き残った。英国空軍は、 戦闘戦術としての体当たりを実践していなかったため、これは突さの操縦及び指針のない勇気の行動と考えられた。この出来事はバトル・オブ・ブリテンの決定的な瞬間の一つとなり、その様子を目撃したオランダのウィルヘルミナ女王から英国空軍に祝辞が送られることとなった。1 9四十年九月十七日、南アフリカ出身の空軍中尉。 パーシバル・アルカイ・バートンは、次期砲火ハリケーンを使用して、ドイツ空軍メッサー・シュミット BF-110 の尾翼部分を引きちぎった。地上の目撃者によると、英国ヘールシャム上空の屋根の高さで追いかけ合う、激しい操縦の後、バートンは故意に BF-110 に体当たりした。双方の航空機が、街のちょうど外側で墜落し、バートンも敵のパイロットも全員が死亡した。 バートンの機体は弾薬を使い果たしていた。1940年10月7日、空軍中尉のケン・リュー・マッケンジーが次期砲火ハリケーンを使ってメッサー・シミット BF-109 を破壊した。彼の戦闘報告書は次の通り。私が V 字編隊を組む最寄りの3機を仮面から攻撃すると、後衛を務めていた4番目の敵機が車線を横切って飛び、 その敵機のグリコールタンクに漏れが発生した。私はその敵機に対して残りの弾薬を200ヤードから打ち尽くしたが、相手はまだ高度80から100フィートを上げ下げしながら海上を飛んでいた。私は敵機の周りを飛行して降下するよう合図で知らせたが、結果が何もなかった。そのため私は時機の足を相手の尾部にぶつけようと試みたが、敵機を叩くには、 時期のスピードを緩めすぎた。そこで並んで飛行し、私は時期右側の翼端を相手飛行機の左尾翼に落とした。その尾翼が取れ、私は右側翼の先端を失った。敵の航空機は海に切りもみして、一部分は沈んだ。1940年11月11日、空軍中尉のハワード・ピーター・ブラッチフォードは英国ハリーチで、 次期フォーカーハリケーンのプロペラを使用してフィアット CR-42 を攻撃した。ブラッチフォードはイタリア軍戦闘機との混戦中に弾薬を使い果たし基地に戻った際、プロペラのうち2枚が先端から9インチを失っていることを発見した。彼は攻撃の結果を見なかったが、イタリアの戦闘機を損傷させたとだけ主張し、彼は破損したプロペラに、 地の羽を報告した。技術的には体当たりではないが、英国空軍パイロットは、V1 飛行爆弾に対してある、種の意図的な衝突を利用した。V-1 を撃つことで、弾頭や燃料タンクを爆発させる可能性があり、それによって、攻撃機が危険になると判明したとき、パイロットは代わりに、v、V-1 の横を飛行する。位置に着くと、パイロットは V-1 側の、 翼端を持ち上げるようにローリングを行い、V-1 の翼端の下に高圧乱気流の領域を作り出し、V-1 を反対側にローリングさせた。これで V-1 の初歩的な自動操縦装置はしばしば均衡が取れなくなり、地面に飛び込んでしまうのである。ギリシャ1940年11月2日、ギリシャ空軍のパイロットであるマリノスミトラレクシスは、 イタリアのサボイア・マルケッティ SM-79 爆撃機1機を撃墜し、そこで弾薬がなくなり、自分の PZLP-24 戦闘機のプロペラで、もう1機の垂直尾翼をぶち壊した。双方の航空機が不時着を余儀なくされ、ミトラレクシスは爆撃機の乗組員4人にピストルを突きつけて脅し、降伏させた。彼は昇進し、勲章が授与された。 日本日本人はまた個人のイニシアチブと政策の両方によって体当たりを実践した。個人のイニシアチブでは1942年5月8日に単独の B-17 フライングフォートレスを墜落させた一式戦闘機中島機43の例がある。日本の戦闘機のうち3機がそれぞれ決定的な成果を上げずに2回の攻撃を行った後、 爆撃機パイロットのロバート・エヌ・キッズ・少佐は、付近にあるスコールの雨幕の中に蒸気を隠そうと、試みた。爆撃機を逃がしてしまうのを嫌がって、小田忠夫軍曹は、体当たりとして知られる機種からの突入攻撃を、観行した。双方の航空機が墜落して生存者はいなかった。小田は、殉職による二階級特進で、没後に注意となった。 1943年3月26日、石井さない中尉は、中島木43の翼を使って、英国空軍第27飛行船隊のブリストルボーファイターのビブに体当たりし、ビルマのシュエバンダウに墜落させ、アイバンジースタータム少佐とケネスシー・ブリフェット少尉の2名が死亡した。1943年5月1日、飛行第64船隊に所属する。 渡辺美義軍曹の中島機43が B-24 リベレーターのエンジン2機を叩きのめして爆撃機2機の乗組員が死亡した。彼はそれからラングーン上空で続く戦闘の後、この B-24 の後部砲塔にも大当たりを試みた。渡辺軍曹と B-24 の他の乗組員はこの戦闘で生き残った。両方の飛行機は 人命をこれ以上失うことなく不自議となった。潰れた B-24 の写真は1943年12月の航空朝日で掲載された。捕虜としての過酷な条件下で B-24 の乗組員のうち3名だけが戦争を生き延びた。1943年10月26日、飛行第21戦隊による50分間以上にも、 渡る防空戦の後、64戦隊の身口、富尾補長は、機関銃が発射不能になったため、中島機43を使って、ロイジー防岸注意の B-24 にタイア当たりした。ラングーンを空襲した、この B-24 は、すでに別の日本の戦闘機によって、甚大な被害を受けており、ベンガル湾に近づくと、クワ湾に接近しながら、ジャングルで墜落した。 グスタフ・ジョンストン中尉は B-24 の唯一の生存者であり、捕虜になった。上口は衝撃で投げ出されるも、パラシュートが開いて生き残った。アメリカの研究者、マシュポールによると、日本の歴史家市村博士が、当時64戦隊に所属した伊藤直行中尉にインタビューしたところ、彼もまた1943年10月26日に、 B-24 を撃墜したと主張したとのことで、ある。すなわち、この B-24 は、経験豊富な二人の日本人エースである、伊藤忠一と拓和総長によって撃墜されたいう。加えて、19歳の新人パイロットである上口五長が、高校不全となった B-24 に体当たりし、田中真一少将が、この勇敢な若いパイロットを称賛。 意図的に、ノコギリ五丁なる伝説に仕立てたと、伊藤は語った。64戦隊のもう一人の歴戦者である、池沢総長によと、タク和総長が不機嫌そうに、B、B-24 は降下していた。神口が体当たりする必要はなかったんだと述べたとの、ことである。ハタイザはショアーズ協助、ジャパニーズ・アーミー・エアー・フォース・ファイター・ユニッツアンド・ゼア。 a s 九百三十九から九百四十五には伊藤単位の手記が含まれ、それによると彼は後に第三中隊に移り、九百四十三年十月二十六日ラングーン上空での b 二十四を含み八度を撃墜したとされていると綴られている。市村によるとこの本の記述は九回以上の撃墜を収めた AS のみ対象としているため、 タクワ総長の戦果はこの情報源には含まれていない。1944年6月6日、ビルマのメイティーラ近郊にて、長引く空戦で弾薬を使い果たした第50戦隊のイガラシとメサク軍曹は、中島機43のプロペラを使って P-38 ライトニングを墜落させた。パイロットが脱出した後、イガラシはパラシュートを開いて降下する彼を攻撃した。 この P-38 は当日の戦闘で行方不明になった10機撃墜のエース、ウォルター・カイ・デューク・タイのものだった可能性がある。1944年8月を皮切りに P-29 スーパーフォートレスに遭遇した2式、複雑戦闘機川崎機45や他の戦闘機の日本のパイロットたちが超重爆撃機に対する体当たり攻撃が実用的な戦術であることを見出した。 その経験から1944年11月には、より迅速に高高度へ到達するために、武器や装甲の大半を外した三式戦闘機川崎機61を使う特別攻撃隊が編成された。1944年12月7日、昭和天皇の直令として制定された武交渉の最初の授与者は、体当たり攻撃を行って生き残った。 パイロット3名である。特別攻撃隊への配属は最後の方策とみなされた。そのパイロットは死亡もしくは重傷を負って遂行不能になるまで体当たり攻撃を実施することが期待された。日本が実践した神風特攻は体当たりの位置形態と見えるかもしれないが、主な破壊手法は物理的な衝撃力ではなく、 むしろ爆発物を運んでそのまま突っ込むことによるものである。神風特攻はもっぱら連合国軍の艦船を標的にして行われた。ブルガリア1943年と1944年にソフィアを防衛するブルガリア戦闘機のパイロットが連合国軍爆撃機に対して2回の体当たりを行った。最初のものは1943年12月20日。 上級注意のリミタール・スピザレフスキーだった。彼はメッサー・シミット b f 1 0 9 g に戦闘機で出撃するとアメリカ軍の B-24 リベレーターに体当たりして破壊した。ただしこの衝突が意図的だったのか否かは分かっていない。ブルガリア軍はそれが意図的なものだとして死後に彼の階級を昇進させた。 二度目の体当たりは1944年4月17日、上級中尉のネデルコ・ボンチェフがアメリカの B-17 フライングフォートレスに対して行った。ボンチェフは体当たり後の脱出に成功して生還した。ブルガリアでのファシスト政権崩壊後の1944年9月9日、彼はドイツ軍に対して出撃を続けていた。BF-109 で出撃した。 彼は撃墜されて負傷し、捕虜にされた。収監されて、数ヶ月後に、捕虜たちは徒歩で移送されたが、健康状態が悪化していた、彼は、移送に耐えられなくなり、ナチス親衛隊の女性監視によって殺害された。ドイツ1944年2月22日、あるメッサーシミット BF-109 は、アメリカ爆撃機の B-17、フライングフォートレスに体当たりした。 1944年5月25日、上級士官候補生のフーベルト・ヘックマンは、銃が動作不能になった時に、次期 BF-109 を使って P-51 マスタングに体当たりし、尾翼と後部胴体をアメリカの航空機から切り離した。アメリカ側のジョセフ・ H ・ベネット隊は、何とか脱出するも捕虜にされ、一方のヘックマンは、ドイツのボーテンハイム近郊に、 緊急の胴体着陸を行った。1944年7月7日、軍装のビリ・レシュケは、銃が動作不能になった際、次期 BF-109 を使って B-24 リベレーターに体当たりした。スロバキアのマラツキ近郊で2機の航空機は、一緒につながった状態で落下し、墜落の寸前に、レシュケは、体の自由を取り戻して脱出することができた。 第二次世界大戦の後半、ドイツ国防軍空軍は、体当たり戦術を使って、制空権を取り戻そうと試みた。その計画は、空中戦の流れを変えるべく、ドイツ軍が大量のジェット戦闘機、メッサーシミット目262を作るだけの十分な間を稼ぐため、連合軍の爆撃機パイロットに、爆撃の実施をためらわせる目的だった。年4月4日、 ハインリヒエールラーは B-24 に体当たりして死亡した。1945年4月7日、体当たり攻撃を目的とした、志願部隊、ゾンダーコマンドエルベが編成され、ヨーロッパでの戦争が終わる1ヶ月前に出撃した。これが、同飛行隊の唯一の出撃となった。1機の BF-109G に、 体当たりされた B-24 が両機を巻き添えにして、結果2機が撃墜されたなど、一部のパイロットは爆撃機を破壊することに成功したが、連合軍の数が大幅に減少することはなかった。チェッペリン・ラマーのように体当たり技術を使うことを意図した飛行機を開発する計画も存在していた。フランス1944年8月3日、 英国空軍所属のジャン・メリドー隊員は、スーパーマリンスピットファイアを使って、V1 飛行爆弾に体当たりを行い、弾頭が爆発した際に死亡した。それまで彼は砲撃で、V1 を損傷させていたが、それが、ケントの野戦病院に落ち始めたのを見て、爆弾に意図的に体当たりすることを選んだ。アメリカ合衆国1945年5月10日、沖縄上空で、 海軍中尉ロバート・アール・クリングマンと3人の VM 海 -312 部隊のパイロットが日本機を迎撃するために飛び立った。彼らはそれを高度2万5000フィートで偵察飛行する川崎機45改め、トリューと識別し、トリューはさらに上昇を始めた。2機の FG-1D コルセアは3万6000フィートで追撃を中止したが、 海軍隊イケネスエル・デュッサーと両機のクリングマンは38000フィートまで追い続け、飛行機を軽くするために弾薬の大半を消費した。デュッサーはトリューの左エンジンに射撃を当てたが、弾薬が尽きてしまい、日本側の後部機関銃から銃撃を浴びせられた。クリングマンは射撃のために50フィートの距離まで迫ったが、極寒のため機関銃が作動不良を起こした。 彼は、磁気プロペラで相手を破損させようとトリューに3度、接近し、相手の方向だ、後部コックピット、右の水平尾翼を刈り取った。トリューは1万5000フィートまで切りもみ降下し、両方の翼が分解した。プロペラは、先端から5インチが欠け、燃料を使い果たし、破片や弾丸を受けた機体が陥没して、穴が開いていたにもかかわらず、 クリングマンはコルセアを無事に着陸させた。彼には海軍十字章が授与された。1960年の U-2 撃墜事件では、ソ連パイロットのイゴール・メンチュコフが高高度飛行のために改造された非武装のスホーイス -9 を使用して、侵入中のロッキード U-2 に2体当たりする目的で緊急発進した。1996年にメンチュコフは、 彼の航空機のスリップストリームとの接触がゲイリー・パワーズを墜落させたと主張した。しかしながらメンチコフは視覚的接触を得ることさえできなかったとセルゲイ・フルシチョフが2000年に断言した。CIA のダークジーン計画が実施されイラン空軍のパイロットが操縦して後部座席にアメリカ空軍のジョン・サンダース大佐が同乗する RF-4 c 機が ソ連航空域に侵入した際に、ジェット機同士の体当たり攻撃が初めて行われた。ミグ21で迎撃に向かった、ゲンナジエヌ・エリゼーブ隊員は、K-13 空対空ミサイルを放ったが命中せず、機関砲も故障したため、蒸気の翼を使って、RF-4C の尾翼を叩いた。1981年7月18日、アルメニア空中衝突にて、 VA クリアピン隊は、スホーイス -15 で、アルゼンチンのチャーター機、CL-44 に体当たりしたと報じられている。ただし西側の専門家たちは、これは偶発的な衝突を自己弁護するための説明ではないかと信じている。1986年のランド研究所の調査、研究は、もし爆撃機が核兵器を搭載している場合、 その遠距離爆撃機から自分たちの区域を防衛する現代ジェット機にとって体当たり攻撃は今でも実行可能な選択肢であると結論付けた。防衛側の戦闘機は敵の爆撃機を墜落させることなく武器を使い果たす可能性があり核攻撃の成功によって殺されるかもしれない何千人もの人々を救うためパイロットは最終的に体当たり攻撃の選択に 直面することになるだろうと、この研究は断言している。2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件において、ワシントンに向かうと想定される、ハイジャックされたユナイテッド航空93便を迎撃するために、ジェット戦闘機が派遣された。しかし、ジェット戦闘機がミサイルで武装する時間はなかった。パイロットたちは、 自分たちが航空機に体当たりを行うことになるであろうと知らされた。結局この93便はジェット機が到着するまでに乗客がテロリストから機体を奪還するべく機内で戦ったために墜落した。この時他でハイジャックされたアメリカン航空11便はワールドトレードセンター北東に体当たりを観光。続いて やはりハイジャックされたユナイテッド航空175便がワールドトレードセンター南東に体当たり攻撃を行い最終的にどちらのビルも崩壊したこのほか、同事件ではアメリカン航空77便がアメリカ国防総省の本庁舎通称ペンタゴンにも体当たり攻撃を行っているいずれもハイジャック犯の意図的な体当たりではあるが自殺前提の行為でもあるため エアラミングに含めるべきかは議論の余地がある。ありがとうございます。